はいどうもパシです。それでは今週もやっていきましょう。晒していいとも増刊号、皆さんコメントいつもありがとうございます。それではね、早速雑談なんですけれども、最近ですね、リスナーさんからちょっと迷惑な、ご連絡とかが多いということで、そちらについてねちょっと話していこうかなと思うんですけれども、最近はですね、幸い珍しくですね、殺害予告というのをね1年以上いただいていないんですけれども、ここ1年でですね、リスナーさんからいただいたメールで、一番ちょっとドキッとしたというか怖かったメールというのがですね、女性のファンの方からだったんですけれども、突然メールが来まして、あなたの子供を妊娠しました、責任を取ってくださいというのが突然送られてきて、その時はあまりにもちょっとびっくりしちゃって、チンチンが立たなくなりそうになりました。で、それでびっくりするってことは、お前その女とお前関係あったんかって思うと思うんですけど、全くそういうことはなくてですね、連絡したこともないし、会ったこともないし、オフ会に来てもいないっていうリスナーさんだったんで、この子どういう状況でこれ送ってんのと思って、素直にちょっとドン引いてしまいました。そんなね、連絡を YouTuber なんで、いただくこともあるんですけれども、最近になってですね、ちょっと悪化してるんですけど、荒野行動ってやっぱ民度も低いし、子供も多いから、大人に対してガチャガチャ引きたいんでお金をくれませんかなんていう連絡をしてくるね、頭のおかしいガキがそこら中にいるわけですよ。どう考えてもおかしいじゃないですか。面識もない人に向かって突然お金をください、ゲームに課金したいけど僕はお金がないです、中学生だからって、そんなあげるわけないですよね。自分はですね、今までツイッターで DM を送れないようにしていたので、そういった連絡っていうのは来なかったんですけれども、以前ですね、未成年と引行するためにインスタグラム始めたんですけど、そちらの方で、DM を解放していたところですね、そういう連絡が来まして、で、中にはやべえやつもいたんで、それをちょっとツイッターでいじったんですよね。で、ツイッターでこんなやべえやつがいたみたいな感じで今画面に出てると思うんですけど、それをツイートしたところ、結構皆さん笑ってくれたから、あ、よかったと思って、面白いと思ってもらえたと思ったんですけど、なんと結果的にですね、めちゃくちゃそういうガキから目をつけられて、おパシさんお金くださいという連絡が後を絶ちません。あげません。皆さんやったことあるかわかんないんですけど、昔の MMORPG っていうね、テイルズ・ウィーバーとか、メイプルストーリーとかいろんなのあったと思うんですけど、そういう MMORPG には必ずいたんですよ。クレクレ中って言われるね、子供たち、またはみっともない大人がいまして、何かアイテムをくれませんかっていう、よくわかんないけどとりあえず物せがんでみるみたいな、こじき行為をする子がネットには必ずいました。で、ただその時代も現金をくれくれしてるやつはさすがにいなかったんですよ。あげるわけないっていうのが多分分かってたと思うんですよね。だけど荒野行動って、プレゼント企画とか、本当にそれでスポンサーとか言って、個人スポンサーとか言って、個人が個人にお金あげて、ガチャに使ってくださいとか、わけわかんないことやってるんで、スポンサーする気のない人にまでくれくれする子供が大量に、荒野行動では量産されてしまったそうです。で、他の実況者の人たちにこんなやべえガキいたぞつって連絡したら、あ、僕もめっちゃ来ますよみたいなこと言われて、もうこの業界どうなっとんねんという風にちょっと絶望したんですけれども、YouTuber に対して、お金のためにとか、こう金の亡者とか言ったり、他の人たちに対してお金くださいみたいなみっともない DM が送れてしまうっていうのは、ちょっとそのお金っていうものが何なのかっていうのが、今の子供はもしかしたら分かってないんじゃないかなという風に思いまして、でお金っていうのは例えばだけど、自分の時間だったり、自分の所有物、自分の体だったり、労働力っていう何かを自分が提供した上で対価としていただけるものなんですね。だから自分の血や肉みたいなもんなんですよ、お金って。道具でもあるんですけれども、だからそういうものをくださいなんて言えるのっておかしい行為なんですよね。多分だけど、そういうこと言ってる子供たちっていうのは単純にお金が欲しくて言ってると思うんだけど、その他人に対して、面識もないような人に対してお金をせびる行為っていうのは、こじきって言って、それ軽犯罪で違法なんだけれども、なんでそれがダメかっていうと、欲しい人がいてあげる人がいるからいいじゃんって思うかもしれないんだけど、それがもしまかり通ってしまって世に広まると、みんなが働かなくなる可能性があるからっていうので違法行為になってるんだよね。はい、勤労の義務に反する行為だというふうに、定められています。なので、そういったね、働かずに何も提供せずにお金だけ得ようなんていうのをね、しかも他人から、しかも YouTuber からお金くださいなんて失礼なメールを送るのはね、やめましょうというお話プラス、俺のね DM に、そういうめんどくさいのが大量に今来ているので、全部ブロックしてるんですけれども、やめていただければなというふうに、常識の範囲内でね DM を応援してますみたいな方もいて、そういう DM が埋もれてっちゃうんですよ。ちゃんとファンレターを送ってる子たちのメールっていうのが、なんでそういった行為はやめていただけると嬉しいなというね、ちょっとごめんねっていう、迷惑してるよっていうお話でした。では早速本編やっていきましょう。こちら、メンヘラに好かれた時の自然な振り方を教えてくださいということなんですけれども、皆さんね、告白されたことありますか？
ないですよね。この動画を見ている人たちはおそらく告白されたことないと思うんですけれども、告白された時に相手を傷つけないようにしなきゃなんて気を利かしたことないですか？ないですよね。まあ、この童貞いじりみたいなのをやってると話が進まないんで、まあ、皆さんが告白されたことある前提で話していくんですけれども、やっぱ相手を傷つけないように振るね、それは確かに素敵なことかもしれないんですけれども、その結果余計に相手を傷つけたことないですか？俺はそれで傷つけられてきました。子供の時はですね、やっぱ言葉の含んだ意味っていうのを一切理解できず、今は誰とも付き合う気ないんだよねみたいなってことを、わ、え、今はダメなの？じゃあ、え、未来は俺と付き合って、え、やらしてくれんの？みたいな風にめっちゃ捉えてました。結構ね、いると思うんですよね。間違ってちょっと、期待を持たせちゃうようなことを言って振っちゃう人、今は無理だよとか、なんか、今はあなたのことまだ好きじゃないからとかさ、なんかさ、まワンチャンあんのかみたいな、でも実はないみたいなのって結構あるじゃないですか。あれって俺すごい良くないことだと思うんですよね。なんで、かえってメンヘラの人に対して、今は彼氏作る気ないよとか、今は彼女作る気ないよなんか言っても、じゃあ将来付き合ってくれんのってなって、よりめんどくさい思いとかすると思うんで、もう単純にすいません、あなたと付き合う気はないですと、あなたはタイプじゃないですっていうのをしっかり伝えるっていうのが俺いい断り方だと思うんですよね。まあもちろんね、最初にあなたの気持ちは嬉しいけれども、付き合うことはできませんって明言してあげるっていうのが、まあ結果的には一番傷も少なく、まあお互いのためにいいんじゃないかなというふうに思いますね。かえってストーカーみたいになったりする可能性も下がると思うんで。で、結構子供、10代20代の前半の人たちとか若い人たちって、俺何回告白されたよとか、何人告白されたよっていうのを自慢してる人非常に多いと思うんですよ。この動画でもね、いると思うんですけど、見てる子たちで。それって俺すげえダサいことだというふうに思っていて、なんでかっていうと、そんだけの人数から好かれた、私はそんだけいい女だって思い込んでる人多いんですけど、違うんですよ。そんだけこいつ告ったら付き合ってもらえそうだなって見下されてるんですよ。舐められてるんですよ、ある意味。本当にいい女は告白させないんですよ、無駄に。相手に恥をかかせないし、その告白するまでの人間関係、友達っていう状況を全部ぶっ壊れるじゃないですか、告って振られちゃうと。だから本当にいい女は告白される前に、ちゃんとあなたとは付き合う気ないですよって、あなたが告ってもノーちゃんですよっていうのを匂わしてくれるんですよね。それを匂わせないから告白まで行っちゃうわけですよ。だから本当にいい女は相手に告白させない。男もまた同じですね。相手に告白させない。告白させてしまうと、もうその関係は基本的にほとんど終わってしまうから、関係も壊れてしまうし、友達でも入れなくなってしまうケースがほとんどですよね。なんで、告白された回数を自慢しているような人たちは、告白されないように立ち回るように、ぜひしていただきたいですし、傷つけない振り方はしっかり振るのが一番いいんじゃないかなと、いうふうにおぱしは思います。はい、参考になれば幸いです。お次、こちら、YouTube 関係の仕事で一番辛かった、おわしんどかった仕事ってどんなものでしたか、という質問なんですけれども、今思い返してみてですね、一つ思いついたのがあって、もう結構前の話で、荒野行動とかやる前のことなんですけれども、とあるスマホゲームのタイアップでですね、タイアップって基本的にオリエンシートっていうのがあって、まあ、こんな風な動画構成にしてくださいっていう大まかな台本みたいなのがあるんですよね。で、例えばだけど全米で大ヒットしてますとか、1億インストールいってますとか、そういう特定のワード、これは絶対に言ってくださいっていうのが基本的にどのゲームにも含まれてるんですけれども、とあるゲーム会社さんからご依頼いただいた時に、オリエンシート、これで動画作成お願いしますって言われた時に、今までにやったゲームの中で一番面白いって絶対言ってくださいみたいな感じのオリエンがあって、そのゲームにとって、まあ、競合してるタイトルを名指しした上で、それよりもここが優れてて面白いって明言してくださいみたいなのがあったんですよね。で、それはさすがにできんと、今までに俺が好きだったゲーム全てをなんか冒涜してる感じがして、で、他のゲームにも申し訳ないし、そのセリフだけは勘弁してくださいっつって、それを言ったら俺の中で何かが終わる気がしますっつって、オリエン突っぱねて、そこだけはセリフカットしてもらいましたね。なんかメーカーさんからしたら、確かにまあ気軽に作ってると思うんですよ。めっちゃ自分の商品を褒めて、いい動画を作ってもらって、よりインストールを増やしたいっていう気持ちはわかるんだけど、他のゲームと比べて面白いって言って、他のゲームをディスるような行動をしてしまうと、そのゲームに対して申し訳なさすぎるし、今までにやったゲーム全てに対してなんか嘘をついている感じがして、なんか俺お金もらっても嘘はつきたくないなっていう、まあそれはね、いや、なんていいゲームなんだみたいなのは結構やりますけど、なんかその
言っていい嘘、いけない嘘っていうのが俺はあると思ってて、なんかお金もらったとしてもそれだけはやりたくないなって当時すごい、しんどかったのを覚えています。それがまあ一番しんどかった仕事の思い出ですね。はい、ということで今週は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。